ビアティン・ミエは、三重県四日市市、市、桑名市を本拠地とする男子バレーボールチームである。ホームタウンとして、他に、鈴鹿市、川越町、旭町とも提携している。2021から22シーズンは、V リーグディビジョン2に所属。運営団体は、ビアティン・ミエファミリークラブ。チーム名の、 ビアティンは14を意味するオランダ語で3世代が集まるスポーツコミュニティを目指すことから命名された。なお、三重県のバレーボールチームが V リーグ機構及びその前身に加盟するのは1989年にコスモ石油バレーボール部が千葉県に本拠地移転して以来となる。三重県バレーボール協会による国体青年男子強化指定チームとしての支援。 地元企業によるスポンサードを受けながら活動を行っている。また、U-14、U-19 のチームも保有しており、三重県におけるバレーボールの発展、さらには老若男女共に一緒に楽しめるコミュニティの構築につなげている。チームマスコットはライオンをモチーフにしたビラ君でサッカー、バスケットボールと共通している。2020年より女子チームも運営。 総合型スポーツクラブであるビアティンスポーツクラブは2016年1月にバレーボールチームを発足。同年10月に準加盟申請を行い、12月21日の V リーグ機構理事会で準加盟内定が決定。2017-18シーズンから V チャレンジリーグ2に参戦する。初参戦となった2017-18シーズンは、 11勝7敗と勝ち越して4位に食い込む検討を見せた。2018年3月 S3 ライセンスを取得し、2018から19シーズンより V チャレンジリーグに代わって誕生する新生 V リーグのディビジョン3に参入となった。後に S2 ライセンスを取得し、2019から20シーズンのディビジョンに参入が内定。ディビジョン3では準優勝を果たし、後に正式に ディビジョンに昇格となった。2019から20シーズン、ディビジョンにでも善戦し、12チーム中6位と検討するが、コロナウイルス感染予防対策によるリーグ打ち切りにより、津市で開催予定だった2日間のホームゲームの中止を余儀なくされ、チーム運営においてダメージを受けた。しかし、選手自身が動画を制作し、SNS に、 アップするなどの積極的な SNS 作がこう、そうしてか、スポンサー数が右肩上がりとなり、ダメージが緩和された。2020年、学校法人高田学園の協力を得て、女子チームを発足。同法人は三重と小和が国体に向けた強化指定チーム、三重高田 VC サラを運営していて、当面の間、両チームに所属できるようにするとのこと。V プレミアリーグ。 V チャレンジリーグ V リーグ、ありがとうございます。